時刻は11時を回りました。さて、やってきました。ズーズーワンダーランドの時間です。この番組は沖縄子どもの国に関する旬な情報をお届けします。リスナーの皆様からの子どもの国に関するご意見、疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は、メールアドレス、7 6 1アットマーク f m c o s a j p 7 6 1 f m c o a j p 七六一アットマーク fmkoza.jp です。また、f m c 座では Ustream で映像と音声をインターネット配信しています。f m c 座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動していますので、皆様からのたくさんのコメントもお待ちしております。o o w o n d e r l a n d この時間は公益財団法人沖縄子供の国の提供でお送りします。 今週のお相手は FM コザミイクと子供の国ゴヤとキーヨーと登場でございますはいよろしくお願いしますいやいやいやすみませんね、あの遊ぶね、隣で来る先輩面白く今日も楽しそうなのを紹介しましょうちょっと久々ですね私来るのはいお久しぶりですレギュラーなのにレギュラーとかないでしょうね ねもう夏休み突入ですねもうな本格的にうんそうですねどどうどう過ごしてタミイクは私ですか変わらなかったですね変わらないわからないどういうことえあの何その前とっていうの六月と一緒 そうですねあの学校ないのに学校行ってるなんか新潟のねこういろんな自然があるところにいたわけでしょ？あそうですねあ学生の頃ってことですか？そうそうそう今今今かと思いました。ごめんなさい。それは変わらんでしょうね。社会人になってからあんまり感じない。そうで子供の頃ですよ子供の頃。子供の頃。あの新潟の方で私はなんかおばあちゃん家でお米を育ててるのでだいたいそっちに。

この赤山っていう,こう近くに行って赤山行くか八重島公園で <laughs>、ね、<laughs> そうそうもうクワガタ取って、はい、でそれを、うん、あの10時からこの三七にある毛田っていうおもちゃ屋があるんですよ <laughs>、はい、そこであのこのクワガタを売るもう聞きたくなかった今。<へー> <laughs> そるどころまでめっちゃ可愛かったのに。のこれで俺もあの何やなに、人によくかったり。生き物の命だけどね。本当に。それをまた買ってこう。喜ぶ子供たちがいるわけじゃないですか。<laughs> 夢与えてます小児、ね、の時からだよ。<laughs> いやいやええー。<laughs> そうそう、薄暗い中も出て行って、五、はい、時前から。 今だったらんかねちょっと考える子供ね5時に出すってあんまり考えられないけどそういう平和な時代に育ちましたよ本当に先輩の頃のあの時代ですねセピア色のねねえまあもう夏休み本番ですよ本当にはいさあ今日もね夏休みのいろんな話題持ってきてますんでそれでは早速このコーナーに参りましょう「このもの国インフォメーション」のコーナーです このコーナーは動物園内でのイベントからワンダーミュージアムチルドレンズセンターの旬な情報を紹介するコーナーですはいはい。お願いしますさあもう明日土,、えー、土曜日、はい、土日あのサタズ、えー、土日じゃない <laughs> 明日土曜日ですねサタズの映像ありますよ土曜日だけですよそうそう,そう <laughs>、えー、明日もねもう本当にあのー、非常に今年も大好評でですね、うん、はい あの涼しい夜の動物園、また昼間とは全然違った動物園を回る観覧することができますんで、でしかもね明日ぐらいまでは非常に穴場ですね。なんでですか？あの比較的こうねはい、あのスムーズに見ることができると思うんですへー、そうなんです。ぜひ穴場ですよ皆さん、明日明後日、はい、明日だ。明日ですよ。明いい加減にしかしない。走りだけですよ。はい。

優しい感じで、こう、かんあるんですよ。全然子供たちが考えたのね。優しくて面白いのが漫才ですけど、とどめきだけ死に怖い。あ、そこだけ。あ、入道ね。あいつも結構怖い。結構ドン引きするぐらい怖い。場合もある。場合もある。そういう場合もありますよ。ありますね。 本当にもうあの大好評で、はい、うん絶対に来た方がいい結構並ぶくらい人気っていうこともそうですねですお化けないとあの5時30分からスタートなんですけど、うんはい、早いお客様は5時ぐらいから並びますね<ー>で,すでこれがですね8月になると4時30分ぐらいからです、ね 場所取ってくれる、お子たちが現れるんですよ。はい、なので、明日、おすすめですね。明日、さっきも聞いた気がしますけど、明日、明日だけですよ。土曜日ですよ。一応ね、やってないですから。やってないですからね。子供国はやってますよ。子供国はやってますよ。夜はですね。はい。さあ、明日、ズーナイトそしてお化けナイトぜひ、お越しください。はい、よろしくお願いします。で、明日、また、あの、新しい。ワンダーの中でも、プログラムが始まります。はい。 はい、プログラムいうかそなんですよワンダーミュージアムの中のワークショップもやってるんですけどあのチョッキンとペッタンっていう工作キットのお店もありましてこれ年がら年中あるんですけど、はいえー、と明日からです、ね、新しい工作キットが出ます水鉄砲なんですけど、うん、これすごいですね、はい。水道管の材料だけで、うんうん 作っています結構ですね、はいはい、がっちりしてるんですよ、うんうん。はい。映像を見れる方は見てほしいんですけど、ね、この先に穴が開いてるんですけどこれキーをした穴をですね一人で開けました。せっせと。せっせと。<ー>もうベトナム工場かなっていうぐらいの。<laughs> <laughs> ずっとじーわっじーわってかずっと一人で開けたんですよもう本当に。で最後にですねこれあの仕上げで子どもたち自身にあの穴を もう一度開けてもらうたびの下穴なんでこれをあの開けて組み立てていくと水鉄砲になると夏にぴったりですよこれびしない飛びますんではい、すごい強そうですね下穴の状態飛ばしちゃうと1メートル超えちゃうんですね水飛ぶのがでもちょっと力も必要なのであのお子さんたちには穴開けてからでもだいたい80センチぐらいは飛ぶんでぜひ非常に楽しいことですねはいでですねすみませんすみません先々週から出てるんですけど企業のうち もう一個あるんですよこう直近とべったのですねあのこれも限定工作なんですけど、うん、紙飛行機なんですけど笑って ちゃうぐらい飛びます。めちゃくちゃ飛びます。したたか飛びますもん。これあのこの間この飛行機大会子供も向けやりました。そのあの本当に紙飛行機協会が認定している、すごいやつなんですよ。そうなんですよ。なんかすごいですね。あの硬そうですね。紙なんですけどちょっとあのいい紙なんですけど、絵かみ絵かみですから。で、あのこの紙飛行機協会のあの会長さんからも教えてもらったし作り方。 にも書いてあるんですけど本当の飛行機と同じであのちょっとこの主翼ですねはい、羽の方に湾曲したところを作るんですねキャンバーいますけどねキャンバーですねキャンバーつけるんですよキャンバーをつけるとあの風をよく捉えてもう笑っちゃうぐらい飛びますどこまで行ってしまうのかなっていうぐらい飛ぶんで隣にいるあのごやさん あの子供の国の池に落としちゃいましたよ。どこまで飛んでちょっと着着地地点がね。誤ってしまい恐ろしいや。でもそれぐらいね。本当にもうこれあの一分以上飛ぶ場合もあるんでさ。そうなんです。本当に。はい。私特に工作得意じゃないし飛行機もそんな好きってわけじゃないんですけどやったらですね。 これ私一分すみません飛びました先輩本当かはいや俺見てないからね外で一分ぐらい絶対認めないんだねあんたたちすごいですしかも今外スタジオの外に子供たちがそうしてくれてて飛ばして飛ばして飛ばしたけどさ飛ばしたらさ割れる子供の国であるからな一緒にやろうなうんこれあのまたねこういう これをヒントにして、はい、いろんなものを作って自由研究にもできるしねそういうのがいっぱい子供の国にありますので、はいはい、ちなみに工作キットは売り切れ次第完売終了ということでお早めにお願い,いします。おは 引き続きぐるぐる貯金箱もあるんです。人気ですね。あのもう毎日毎日参加人数がはいあの増えていってありがたいことなんですけどお金を入れるとこうやってくるくる回りますんで。ついつい入れてみ入れちゃいたくなる。連続でね。ね貯めちゃいたくなる。大溜まりますねこれ。はいこれもねあの好きなデザインで。夏休みの子宿題とかにねみんな貯金箱の宿題あるでしょ。あるよな。 19キロかわいいなにっこりね子供の国でこれ作れるからね遊びに来てねさあじゃあ次はチルドレンセンター行きましょうかはいチルドレンセンター今ただいまもう明日からこのやんばるの神様というやんばるの神様はい企画展が始まります神紙がなんかそうですねペーパーの紙になってますねそうですこの折られてこの全部昆虫とか

ああ、オレンイがついてて、これ折っていくと、何これが。折っていくと、うずらの骨格ができうずらの骨格。ああ、鳥のね鳥の骨。なるほど。これがあるんで、本来はですね、白い紙を使うんですけど。で、しかも、それを自分で染めて。ああ、なるほ渡辺さんという方がいらっしゃる。渡辺さんっていう、なんか作家さんがいらっしゃるわけですね。作家なのか。は でこれがあの明日からいよいよチルドレンセンター一階レストランの前のほうのですねギャラリーの方に展示させていただきますハイ作品展がそれに連動してですね八月の二十一日日曜日は十一時から十二時あと十四時から十五時の二回一時間ずつこの講師を招いての折り紙講座もありますので澤田渡辺さんから教えてもらいますね澤田なべさんが教えるそうですな多分二万回折るのかもしれない。

本当に、まあ一応でも人生で絶対二万回おることないからね。ちょっ体験では。二百円で二万回ね。いいと思います。あるので、こちらも今受付してますので、ぜひ。何を折るかはお楽しみです。かお楽しみです。ああ、なんだろう、ぜひ。これもまた夏休みのなんか工作につながるんですね。そうですね。もしかしたら大人の方もね、面白いかもしれない。そうですね。このなんかフライヤーというか、告知の紙もその折ったら、その。 うずらの骨格もしかしたらなるかもしれないですね。なるでしょう。これでもこの小ささから言ってうずら多分手のひらに乗って手がすごく余るぐらいの小ささ。卵やきまあいいやさあ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 。本当だ。タにも置いておきます。ろんなものから本当に体験できますんでね。まだまだあるんですけど一旦 CM いきます。はいそうです一旦 CM いきます。ゴヤピゴヤピが出た。 この時間はズーズーワンダーランド FM 小山のスタジオから生放送でお届けしております引き続きインフォメーションのコーナーですはい、えー、これはですね8月6日7日にあるんですけども毎年恒例エイサー夏祭り、はいえー、今年もやりますよ夏だー、うん、エイサーですね子供の国のエイサー祭りは、うんはい、ものすごい近いんですよ近い 近くでで見れるんすよエイサーをやってる方たちの演舞がなるほどだからめちゃくちゃ迫力がある演舞が見れますんで子供の国おすすめですよ振動も伝うもうう本当にあのこう体にどん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 もう心臓まで伝わってきますんでうん当に迫力あるエイサーが見れますんで子供の国エイサーにまた来週詳しく。 あのお話し,しますんで8月の6日と7日ありますんで予定をあけていてください。あとですね他には大丈夫夏休み関係、はいうん、あの明た朝ってこれはですね宜野湾だよねコンベンションセンターでやるイベントなんですけども、はい、夏休み子ども自由研究インコンベンションセンターっていうイベントこれ毎年。 行われている非常に大きいもう数万人来るようなイベントなんですけどもそれにあのどもの国も去年からえ出展してまして「学びの街っていうそういうあのエリアがありましてそこであのどもの国とかえーゴーダックとか沖縄高専とかの皆さんと一緒にあのブース出してますんで子どもの国のブースがまたあの非常に人気あるんですよ。 去年もめちゃくちゃすいません行列ができて本当に人気があるコーナーになってます今年も「錯覚の国」っていうことで錯覚特に作詞目の錯覚作詞を中心にしていろんな展示物があったり工作ができたりこれももちろん自由研究につながるような楽しいブースを 出しますんでぜひ、うん、明日あさってコンベンションの方にも足を運んでいただきたいと思います。うん、ね昼はコンベンションに来て夜はサタズーナイトと <laughs> いうことでよろしいのかなと明日の予定は。コンベンションセンターはどの時間に決めてください。はいイベントは、はい、えっ、ー、と10時から18時までですね。なるほどじゃあ全然間に合いますね。そうなんですよ。はいということです。いいです、ね、であとですねあの、はい えー、沖縄市の教育委員会から、うんえー、子どもの国が受けて、えー、実施しています、えー、子供科学力育育成事業いいうのを沖縄市教育委員会が実施しています、はいえー、その一環で夏休みの科学体験プログラムということでもういろんな、えー、科学の体験ができる、うんえー、プログラムを用意してるんですけれどもその中の明日あさって沖縄ヤクルトさんが、はいえー、講師になって、はい、うんち育教室<た>出ました。うん 私も聞いてみたいこう面白いっていうめちゃくちゃゃく面白いですよ、えー、めっちゃ聞いてますよんち明日た朝って若干空きがあるんですよ。うん当にあのー、ね子供の国結構このラジオでうんちの話なんか娘たちが出てきてよくやってるんですけどうんちマニアもいるんですけど、うん、足元に机の足元に70個ぐらいうんちの標本を置きながら仕事してる。<laughs> うん 木下綾っていう人間もいるんですけど前も出ししまたねうんちのヤクルトさんが来てうんちのヤクルトさんっておなじみのがとですいません、本当にこれ知れば健康のバロメーターですからもう長生きにつながりますよ。 本当にこれでこう健康ちっちゃい子供のうちからこう健康化にしてたら <laughs>、うん、ね確実にこれも寿命伸びるでしょ<ー><然>長寿犬取,取,取,取り戻そうよすね,、うん、ね大人も絶対聞いてほしい聞た <laughs>、はいうん、ね自分の子供を誘って <laughs> たい <laughs> または甥っ子めいっ子あの孫、うん 最悪その辺の子最悪っていうその辺の子どもだめですね、誘拐ですね。ということで、ぜひ大人も申し込んでください、子どもの国に連絡していただければいいと思いますので、よろしくお願いします。しお願いますさあとね、自由研究、子どもの国でも支援していて、この子ども科学力育成事業の一環で、今、非常に悩んでいる子どもたちいっぱいいると思うんですよ。 だから、らいいもうまず子どもの国に来ようしのう子どもたちはあのパスポート持ってるはずだし電話でもいいです、電話してもあの相談受け付けますのでいろんなあの子どもの国の中でできることもあるし、はい、もう身の回りでえいろんな不思議なこといっぱいありますのでその辺んの,のアドバイスとかあの子どもの国で受け付けますのでぜひ来てください。 であの地下地下一階じゃないチルドメンセーターの一階でもね、相談所があるんですよねえ、そうなんですね自由研究相談所うらやましい子供の時にあればよかったのに本当に思いますけど自由研究から人生相談まで何でも人生相談もなるでできるも人を選んでやったそうですね大事ですね本当にもうとにかく子供の国あの 大概のことできます。大きく出ましたね。そうそうそう、うんうん。全部とは言いませんけど、<laughs> 大概のことできます。だからもう。子供の国に。もうどんどん活用してください、皆さん。はい、そうですね。ミクは、自由研究やってました。はい 自由研究は、あのおじいちゃんが結構、うん、その日の出日の入りとかを記録してる人だったんですよ。それを写して、うん、<す>こほらほら <laughs> <laughs> おじいちゃんの研究や。 まあやらんよりはいいなでもな。優しくね。そうなんだな。まあでも親子一緒にっていうのが多い気がしますね。あんたにいても思います。な親子さんもこんなに一生懸命やってくれる。あの結局やっぱり保護者のサポートも必要ですし。でも一緒にやるとまた学びもね。大人の方も。 でそれを通してまたこの科学を通してコミュニケーションも分かれますし親子で素晴らしいことだと思いますよ。はいぜひ子どもの国にそういうの慶君の相談もしてますので活用してください。はい来てくださいさあもう告知は大体以上なんですけれどもはいねもう今あれですよ。はいポケモン G ですよ。g ーやん 本当にね。なんで一つだけ流れてたのか。それはやってないんですけど。ミクさんやってないんですかまさか。まさか。私もです。やいや。さすが私もやってない。あれなんかミハイル隣に。どうも、レベル11になりました。すごい。ごめん、どれくらいすごいのか。すごい ?90 ですか。普通。普通。でも、子供の国の中に、なんか、 うん、ス,スポット、スポットエリアがなんかつぐらいん、はい、結構あるので、あ、そうなんだ。どう言うことなのスポットって言ってこの、うん、そこの近くに来るとアイテムがもらえたりするスポットの経験値とかがあるんですけど、あれが園内に四箇所、四箇所、四箇所、すごいうん、で、付近に二箇所あります。そうなんだ。はい、であのすぐメイン駐車場の横には福原朝顔秘にはジムもありますので。 ジム。分かんない。そこで壮絶なバトルが毎日。ああ、そうだね。陣取り合戦が、はい、行うみたいな。今いる。園内でもすごいんでしょ園内でもそうですね。結構多いです。ええ、じ、あの、実際に動物にかざしてたら、それが出てき。ポケモン。いいんですけどね。さ楽しいですね。あ、住んでたんだみたいなね。と一緒に住んでたんだってね。楽しい。子供の時にコウモリしかいなくなります。はい。 やったらズバットっていうコウモリが出て。あ、そうなんだ。飼ってるのもコウモリ、結構いるけど。ポケモンもコウモリ。が。ハッサコウモリも釣りだね。コウモリか毒虫か、どっちかしか。ちょっと待って、いらないよ、英語のやつは。結構なやってる方も。多いうん、確かにかざしてます。そうなんですよ。ね、ポケモン五っていうのも、でも。やり方によって、自由研究につなが、つながるかもしれない。でも、ただなんかね、それを集める分。 図をマップを作るとかね、そういうのじゃなくて、はい、なんかプラスアルファがあればね、ね<然>あのメリットデメリットだとか、はい、えー、どこにいそうっていうのをちょっと予想してみたいな、うん、はい、いいですね。うん、まあ僕の予想だと東ゲートに、うん。うん カイロスとストライカーが違うのかわからないごめん。何だろう。アンケート取るとか。らあのうちらから出てね。いろんなところでアンケート調査とかってもいいですね。統計が出せるかもしれない。統計は出そうだね。角度からね。みんなで情報を共有しながら楽しんでもらえれば安全はぜひ皆さん。そうですね。とにかくもうそれだけは。歩きスマホ気をつけましょう。立ち止まってからですね。はい。お子さんも多いので気をつけてくださいはい。 さて、いよいよエンディングのお時間が迫ってまいりました。はい。ズーズーワンダーランド。この時間は公益財団法人沖縄こどもの国の提供でお送りしました。ここまでのお相手は FM コザミークと、<laughs> こどもの国、<laughs> ごやと、金曜と登場からお送りしました。どうもありがとうございました。しい先輩すごい。